よー皆さんこんばんは。キャンプの中でございます。皆さんたくさんの応援の申請、ありがとうございます。ということで今日はですね、私も初めてチャレンジさせていただきます。あ、ちょっと待ってください。なんで飲まないの？失礼しました。キャンプのパワーでございます。実は、こちら、じゃあそんなの方向に行ってもらいます。で、ちょっとフレンドを設定するので、ちょっと待ってこのパーティーでリーダーが、ヤミラー、そして、フレンドに昨日あの申請いただいて、フレンドになりました方の、光ホルスで、最大で、5属性合計で30倍まで力が出るので、ちょっとこれで挑戦してみたいなと思います。じゃあ行ってみます。よろしくお願いします。はい。さて、降臨系のダンジョンなんですけど、サンダルモン降臨というのは同じキャラが2体以上いたら入れないダンジョンになってますので、はい、おお、マジか、先制あんのか、先制攻撃ですね。さて、どうしましょう。ちょっとこれ小さくしますね。これファミレスなんでね。ここからじゃあ、はい、画面にピント合わせますね。はい、じゃあとりあえず木、闇、水、火で4属性でいってみたいと思います。いきます。こんな感じですかね。まず4倍。あ、全然食らわねえな。あでは素敵なパスだね。マジか。あ、じゃあせっかくなんでパズドラのパズルについてどういうことなのかっていうのをね、知らない人のために説明しましょうかね。パズドラはあの各モンスターにこの黄色があったり闇があったり緑があったりとか赤があったりとか、それぞれ属性がついてるんですね。はい。で、例えば黄色の、ドロップと呼ばれる、丸い球を合わせると、黄色のものが攻撃するとか、やってみた方が分かりやすいか。パズドラの画面です。これが敵ですね。敵で、ここの盤面でパズルをするわけです。例えばこれを動かすとドロップが1個ずつずれていく。で、それを応用して3つ以上消すと、消えて、今火が3つ揃いました。はい。そうすると火のモンスターが敵に攻撃するという感じで進みます。で、これのドロップの操作というのはずっとというか、制限時間内ならずっと動かすことができるので、それを組み合わせて、やるとこのような形で何個も作っていくわけですね。それを、何個も作って敵を倒していくっていうゲームでございます。ちなみにこのドロップをですね、3つだけじゃなくて5つまとめて消すと敵に全体攻撃をするっていうこともできます。これが簡単なパズドラのパズルですかね。